こんな時間にどこへ行くんだ。最悪、本当最悪最悪最悪、死ねばいいのに。堀川さんが、うざい、本当うざい。誰、誰かに話したら容赦しないから。話したら、あんたにレイプされそうになったって言いふらしてやる。冤罪だし、それ大丈夫、冤罪じゃないから。あんたの指紋これで許さないから。綾小路くん、私が聞きたいのは一つだけ。今ここで知ったことを誰にも話さないと誓えるかどうか。よし、また秘密ができちゃったね。お腹すいたの？クスクスクス、運命の人を探さないといけないんですから。クス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 、見つけた、召し上がれ。隠し味は私のあいちょ。朝から騒々しいですね。私の大切な人が落ち着いて休めないのですが、このゴミ虫。そう、覚悟はいいですわね。デッドリーパニッシュ。5 minutes later。 変な人たちが押しかけてきて怖かった。恋人たちは呪いの力に祝福されて、未来永劫エターナル。雪とカスもなんか楽しそう。私も行かなきゃ。こんなはずじゃなかったのに、本当。あの、これ出てけよ。帰りも一緒に帰ろうね。正門で待ってるから。私はいいわ。ユキ、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 ユキ。知るか。Damn。 殺す、邪魔しないでユキ。私が殺すから。ユキ、殺す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 。悪い子なんですから。その薬は魔導士の娘が作ってるんですね。そのようですが。ならばその娘を脅して薬を毒にすり替えなさい。拷問しても構いません。質問？ねえねえユッキ、この人たち変なこと言ってるよ。何をする気だ。言ったでしょ、説得するだけですわ。悪魔め。いいですわね、天使などよりよほど私にふさわしい呼び名ですわ。死にゆくだけの弱い体には永遠の命を与えましょう。他者を傷つける弱い心には完全な心を仕立てましょう。私は作り上げますの。最高の報奨ですね、ケイネ様。そうですわね。瀬川。何？ゲームの時に言ってたのって、お前が3組の男子に告られたって話か。だからなんだって言うのよ。いや、すげえなって。やっぱお前モテるんだな。フラッシュバック。最近は告白されたし。マジで？ああ、しゅうちゃん、イケメンとか死ねばいい。死ねばいいですよね。え？もう本当にリア充とか死ねばいいですよね。告られる人とかゲームから出ていけばいいんですよ。近くにいるだけでなんか不幸になる気がするし。ああ、滅びないですかね。興味ないから。アコ、落ち着け落ち着け。おい、戻ってこーい。End
a flashback. シュウちゃんはリア充。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 シュウちゃん
まだ見つかってないけど。どこにいるんですか、リン君。え、あ、だから探してる最中。なぜそんなにムキになって隠すんです。は、おかしいです、怪しいです。は、わかりました。私を驚かせて楽しんでるんだ。そうでしょ。え、Damn。これラクーラビット。取引だ、こいつを。は、ん、ぶ、ん。やった。私の部屋を提供してあげなくもないけど。いつまでそんな格好してるのよ。ああ、邪魔になることの方が多いし。あら。わかったよ。コンビ組みなさい。今週のラッキーカラー黒だし。なんだそりゃ。んなこと言ったって、アスナ、ギルドはどうするんだよ。最前線は危ないぞ。わかった。先輩、どうしたんですか？急に走り出して。訳をちゃんと話してくださいよ。なんで、なんであんなになっちゃうの？あれじゃ、何？別人じゃない。どういうことなの？わかりました。その中にリン君いるんですね。そうでしょ？私も中に入れてもらえませんか？誰か助けて。姉弟子にどんな目に遭わされるか。どちらさんですか？私。え？私。どうしたんですか、姉弟子。何のご用で。 VS 今女の声がしなかった？してませんよ、そんな。師匠、女の人が来てるんですか？え、なんか怖い。誰なんですか？どんな人なんですか？ちゃんとこっち向いて話してください。師匠、教えてるのはおじさんって言ってましたよね。っていうか、その子女の子ですよね。しかも可愛いですよね。可愛い女の子と手をつなぐことが師匠のお稽古なんですか？それが竜王のお仕事なんですか？はじめまして、夜叉神愛と言います。弥一先生には手取り足取り、いろいろと教えていただいていますね、先生。おーい、こいつ何言ってんだ。嘘つき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 、本当に将棋しかしてないんだって。どうしたら信じてくれるんだよ。拷問します。師匠は本当のことを言ってくれないので、痛みと恐怖で自白してもらいます。いい、弱い、すごくいい。師匠に喜んでいただけて、はい、嬉しいにゃ。お、アイちゃん何してるの？師匠をマッサージしてるんだよ。ふみ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 、みんな最高に気持ちいいよ。大石先生に振り飛車を教わってるって聞いて様子を見に来たら。違くて、ちょっとリフレッシュを。ジュースリフレ？トンシシロクズ、はけ。あいつとは中学の時にネット将棋で出会ったんです。そのうち対局後にチャットで話すようになって。チャットでナンパしたんだ？違いますよ。
そもそも相手が同い年の女の子だなんて思いもしませんでしたし、まさか騎士と女流同士となんて思わなかったし、ましてそれがあの才の神以下とは。で、以下は運命だって言って盛り上がって。どこでやってたの？個室のある喫茶店とかカラオケボックスとか。それをデートって言うのよ、ぶち殺すぞ悪い。あいつとは何にもありませんって。でもまだ返事待ちみたいじゃない。どうせ都合よくキープしてるんでしょ、持ち駒みたいに。ちゃんと断りましたってば。何ですか。邪魔しないで、今こいつから元カノの話を聞き出してるから。詳しく聞きましょう。ガーイ、落ち着け。てか元カノじゃないから。銀行強盗だ。逃げるぞ。兄貴待ってください。もう来た。来るな。こいつらがどうなっても知らねえぞ。写真撮ってください。お前な。兄貴本当に撃つなんて。だってよ。大丈夫か。あ、アイノさん。かすっただけでもいねえ。もう探したよ。聖司君撃ったの。それがどうしたいね。聖司君を傷つけてもいいのは私だけなの。そんなことじゃない。デアン。中に誰かいるの？中に誰もいませんよ。金ちゃん、私に何か隠してることない？ない。隠し事なんてありえじゃない、ありえねえから。そう、よかった。じゃあ私帰るね。さあどうぞ金ちゃん。おお。全部金ちゃんのために作ったんだよ。おお、ありがとう。うまそうだな。食事の後はお風呂、それとも、まだまだ。ねえちょっと、なんで私の席には食器がないのかしら。